日本新党はかつて存在した日本の政党。略称は日本新日新 JNP。1992年5月に細川森弘が規制の政治、行政を打破する構想を掲げて結成した。スローガンは責任ある変革。1993年7月の衆議院議員総選挙で35人が当選し、 細川が非自民連立政権の主犯となって政権交代を実現した。しかし、政治改革実現後の連立与党の分裂により、細川内閣は1994年4月に退陣し、同年12月に自由民主党、日本社会党、新党先駆けの自社差連立政権に対抗して、旧連立与党などが結成した新新党に参加したため、 決闘からわずか2年半で消滅した。決闘当初は現職の国会議員がおらず、国政の経験も、いわゆる3番もない新人議員が多かったこともあり、議員よりも当事務局が主導する体制であった。代表である細川の個人的な人脈と人気に、頼った個人商店とも揶揄され、党の運営資金も細川が、自宅や別荘等の資材を担保にした借金が主な。 ものであった。一方で、議員候補選定に候補制を導入したり、女性の政治参加を促すために、クオータ制を導入したり、女性のための政治スクールを開設するなど、規制政党にはない斬新なシステムを先駆けて、取り入れた運営でもあった。2017年現在、所属歴のある議員のうち首相や閣僚を経験した、議員は約4割15名に上る。 新進党を経て、民主党へ移籍し、党代表や閣僚につく、前原誠司、枝野幸男、野田義彦、自民党に移籍し閣僚を党につく、もてぎとしみつ、遠藤俊明、鴨下一郎、地方主張へ転出する、小池由里子、中村時博、河村隆らが所属していた。1990年代の政党の理合集参1992年5月7日、 前熊本県知事の細川森博は、千代田区内幸町の日本プレスセンタービルで、記者会見をした。古ぼけた家を改築するのではなく、ブルドーザーで全部片付けて、新しい家を建てようと述べ、たった一人で会見し、一人で、浸透結成を宣言した。そして5月9日発売の、文芸春秋6月号に、細川の理念をまとめた。 自由社会連合決闘宣言が掲載される。55年体制下で停滞、固定化している規制の政治、行政を打破し、新しい政策を進めていく体制の実現のため、新党を結成する構想を掲げた。基本目標は、立法府主導体制の確立、生活者主権の確立と選択の自由の拡大、地方文献の徹底、異質多様な文化の創造、多様、柔軟、 文献、自由、自立を重んじる教育制度、教育行政への転換。多様な文化こそ未来を開く最も根元的な生命力であるという基本認識に立ち、国際社会に開かれた風格ある文化国家建設、世界平和へのイニシアチブ、平和憲法の理想を高く掲げ、20世紀末までの核兵器、生物兵器、化学兵器の全廃と、 全面軍縮を目指す。日米を三極安全保障と政治経済の協調を堅持しながら、アジア太平洋地域の経済協力を発展させ、世界の平和維持と地域紛争処理の国連活動に積極的に貢献を示し、政策プログラムは地球環境問題への貢献、解放経済の促進、平和外交の主導、政治改革の断行、行財政の改革、 外交、防衛、天皇、皇室、貨幣マクロ経済計画、基本的人権、生命、健康維持、製品サービスの全国的基準、企画制定、国勢調査など、全国統計、国政選挙、国税を除き原則地方自治体や民間に権限と、財源に関、できる限り公的年金に、過度の依存をなくす。食料生産の過剰介入を排する。 中央政府は土地用途規制や大都市農地など有給地に課税強化、21世紀のための教育革命、教育の地方文献、学校選択の自由、教師選択の自由、教科書検定制度廃止、カリキュラム編成、学部学科編成、学校設置基準、教員資格、学校収容定員などの過剰規制の見直し、旧帝国大学は大学院大学にする。 国立大学は公立、または私立に遺憾し地域密着。大学に学外有識者を入れ、自己点検、評価制度導入、教育、文化施設の積極的対外開放という内容であった。ブレームの一人が同じ熊本出身で、元共同通信論説委員長の内田健造だった。内田家は代々熊本藩細川家の範囲を務めていた。内側また、 松下政経塾の常務理事を務めており、細川の新党と同塾との深い縁が生まれた。その他、ブレーントラスト、知事時代の秘書、講演者などの人材が集まり始めた。5月18日には、最初の会議が開かれて、決定機関として常任政務委員会を設置し、ここで基本政策、党則、選挙対策、透明などを決定していった。 自由社会連合は過小であり、改めて政党名を公募し、全国から200を超える、党名候補が集まった。細川やプランナーなど5名がその中から先行して、平成新党と日本新党の2つに絞った上で、細川の知り合いの外交官の意見により、英語名が国際的に通用すると判断した日本新党を党名とすることに決まった。 5月22日に正式に党を結成して、東京都選挙管理委員会に届けで、代表には細川が就任した。6月には、東京都港区高輪に本部を設置した。第16回参議院議員通常選挙公示日、前日の7月7日、細川は比例順位を立候補者に伝えた。1位の細川に次いで2位に記載されたのは、ニュースキャスターの小池由里子だった。 3位は多数国間投資保障機関長官の寺沢、吉尾。4位は元新能政研究所長の武田、国太郎。5位は、日本新党の政策を立案した組織委員長の松崎哲久。6位は、エコノミストの小島慶造。7位は、ニコニコ離婚講座の創立者の窓川より子。8位は、元日本青年会議所副会頭の安田光。寛。9位は、テニス選手の佐藤直子。 小池が特段に優遇されたことから、党員の一部から強い不満の声が上がる。佐藤は小池より自分が会に置かれたことにショックと怒りを覚え、比例順位が伝えられたその日に出馬を取りやめた。同年7月26日、参院選が実施される。比例区で361万7235票を獲得。擁立した。 公認候補者17人のうち、順位1から4位の細川、小池、寺沢、武田が当選した。同年11月、次期衆院選に向けて、国内では、初めての候補者候補を行うと発表した。1993年1月の新潟県、白根市長選では、日本新党の単独推薦候補者が、自民党と日本社会党両党の推薦候補者を、 破って、当選を果たし、地方でもその人気の高さを示した。なお、同年6月23日には、党組織委員長や党総務委員長を務めた、実質党ナンバー2の松崎哲久を、党員としての的確に著しくかけるという理由で、除名するなどのトラブルもあった。同年4月13日、党は、約150名の応募者の中から、 弁護士の枝野幸夫と出版社社長の2名を次期衆院選候補者に選んだと発表した。国会では政治改革関連法案の不成立により政局が動き宮沢内閣の内閣不信任案が成立。宮沢喜一首相は6月18日に衆議院を解散した。6月21日には竹村正義らが自民党から離党して浸透先駆けを 6月25日には、羽田津と村が自民党から離党して、新政党を結成した。そんな中、6月27日の1993年、東京都議会議員選挙では、初めての本格的な地方選に挑み、22人の公認候補者を、擁立20人が当選、推薦を含めて27人と、都議会の第三勢力に躍り出た。7月3日には、 浸党先がけと政策合意を締結した。また、両党間の幹部の間では、将来の合併が模索され、後に一つの政党になることを発表した。7月18日の第40回衆議院議員総選挙では、細川や小池由里子は、参議院から衆議院に転出するなど、追加公認を含めて57人を、擁立35人が当選した。 公募で選ばれた二人の候補者については、枝野幸雄のみが当選した。選挙後の7月19日に、新党先駆けと衆院内会派である先駆け日本新党を結成することを発表。52人の第5勢力となった。1993年7月23日には、政治改革政権構想を発表、キャスティングボートを行使する形で、 小選挙区比例代表並立制の導入など、連立政権参加の条件を非自民勢力と自民党に提示した。両勢力ともに受け入れを表明したが、結局、非自民を掲げて選挙戦を戦った議員の意向や、新政党代表幹事であった小沢一郎が細川に首相就任を打診し、細川が受諾したことで非自民勢力と連立政権を組むことになった。 こうして8月9日、38年ぶりの政権交代が実現し、政治改革を掲げる細川を主犯とする非自民、非共産八党派連立内閣が発足した。9月16日には、民主改革連合と参院院内会派である、日本新党、民主改革連合を結成。11月18日には、新政党と参院院内会派である、日本、新政、 改革連合を結成。さらに1994年2月4日には参院、会派、民社党、スポーツ、国民連合と統一会派である新緑風会を結成し、他党との連携を次々と深めていった。一方、1994年1月には、右与曲折の末ではあるが、政治改革4法が成立した。ただ、 政治改革が実現したことによって、連立政権は目標を失うと同時に消費税を国民福祉税と衣替えして、税率を7%に引き上げようとした国民福祉税構想騒動などが起こり、求心力を失っていった。また、小沢と竹村の政治路線に関する対立も激しくなっていき、小沢は内閣改造を細川に進言し、 細川は竹村を更迭しようとするなど、浸透先駆けとの関係も険悪化していった。ただ、党内には浸透先駆けとの合併路線を維持しようと模索する議員もいた。そんな中、自民党は細川の佐川急便グループからの借入金処理問題を徹底的に追求した。細川は対応に苦慮し、辞意を漏らすようになり、4月8日には、 正式に首相陣を表明した。同日、日本新党は新党先駆けとの衆院会派を解消した。4月20日には離党した親先駆け系の小沢栄人ら3人の議員が院内会派であるグループ成分を結成した。4月25日に細川内閣は総辞職した。同日、羽田務が主犯指名を受けた直後、日本新党は 新政党、民社党、自由党、改革の会と衆院内会派である会心を結成した。しかし、これに対して、社会党と新党先駆けは反発し、新党先駆けは表向きは閣外協力に転じ、実質的には野党となった。4月28日には、羽田勤務内閣が発足、閣僚一人を排出した。 5月20日には離党した親先駆け系の前原、政治ら4人の議員が院内会派である民主の風を結成した。5月22日には社会民主連合が解散して枝佐沙月と安倍昭吾が日本新党に合流した。5月31日にはグループ政運と民主の風は新党先駆けに合流した。6月25日に羽田内閣は総辞職した。 6月30日には自民、社会、先駆けによる村山内閣が発足し、日本新党はゲアした。1994年9月28日には、非自民勢力による衆院会派である改閣が結成されたが、海江田万里ら4人の議員は参加せず、院内会派である民主新党クラブを結成した。そして10月30日に、日本新党は第1回党大会を、 東京プリンスホテルで開催し、小選挙区制導入に伴う二大政党政治の実現に向けて、新、新党に参加するため回答を決定した。結局、この第一回党大会が回答大会となった。12月9日に日本新党は回答し、12月10日に新新党が結成された。ABCD1994 年7月に離党して、 院内会派、民主の風を結成後、新党先駆けに合流 ABC 無所属で、当選後入党し、追加公認 ABCD 衆院統一会派、改革には参加せず、1994年9月に民主新党クラブを結成。ABC1994 年4月に離党して、院内会派、グループ成分を結成後、新党先駆けに合流存続期間は、 非常に短かったものの、無党派層の支持を獲得して、ブームを起こし、短期間ながらも政権交代を実現したことのインパクトは大きかった。自民党政権が長期継続し、野党第一党に政権交代を実現する力はなく、続く中規模政党が住み分けていた55年体制が崩壊し、政権交代の緊張感が生まれた。 政治改革による衆議院議員総選挙への小選挙区比例代表並立制の導入もあって、規制政党はそのあり方を見直さざるを得なくなり、ブームの再来を期待した新党の発足や理合集散も相次いだ。立憲民主党代表の枝野幸男や東京都知事の小池百合子など、日本新党で初当選を果たした議員は2018年現在も、なお各方面で、 強い影響力を及ぼしている。ありがとうございます。